皆さんこんにちは、一品館の清原です。今回の一品館オーディオ情報チャンネルはですね、ティアックからですね、UD50 なんですね、上位モデルが出ましたけども、従来からのですね505シリーズも継続販売されておりますので、コストパフォーマンスという点に関してはですね、なかなかこの505シリーズっていうのは優れたところがあると思いますので、今回エアボームを交えてですね、505シリーズをですね一気に聞き比べていこうというふうに思います。聞き比べていく機会なんですけれども、まずですね、DA コンバーター周りですね、これはですね今回 NT は外しまして、 UD505X を使います。で、UD505X のノーマルとですね、このエアーボーの比較、それとですね、前の方に並んでおりますけれども、UD505X ティアック、ノーマルモデルですね、これに新型のクロックジェネレーター CG10MX を接続したときに音がどのように変わるかというチェック。それとですね、UD505X のエアーボーモデルにCG10MX を接続した場合と、生産もすでに完了しておりますけれども、CG10M のですね、エアボーバージョンですね、スペシャル。こちらをつないだ時の音がどのように変わるかという、まあ、DA コンバーターとクロックジェネレーターの音のチェックというのをやろうと思います。これは先に紹介しましたけど、後半になります。で、前半はですね、アンプを聞いていこうと思います。DA コンバーターはですね、このエアボの UD505X スペシャルに固定してですね、プリメインアンプの AX505 のノーマルと、エアボモデルの AX505 スペシャルの比較。そして、ノーマルのですね、AP505 ですね、パワーアンプをつないだとき。それから、エアボの AP505 スペシャルをつないだとき。そして、エアボーのですね、AP505 スペシャルをモノラルにして、BTL にして、2台使った時の音っていうのを聞き比べていこうと思います。聞き比べに使うのはですね、そこの外側から2番目にある B&W のですね、702S3 というスピーカーを使おうと思います。それではね、比較視聴に使う機器の紹介、スピーカーね、まず最初に。B&W702S3 ですね。こちらにあるのはですね、グロスブラックという仕上げで、税別で、ペアで1,360,000円。サテンホワイトモカローズナットという仕上げのものは、税別で99万円と。このピアノブラックだけがですね、若干高くなっておりますけど、今回、このスピーカーを使っていこうと思います。3way のバスレフ型でですね、広域はですね、25ミリ口径のデカップリングカーボンドームっていうね、振動板が使われた金属振動板のツイーターがついております。で、これはですね、ツイーターオントップって言ってですね、ツイーターをこのキャビネットの中に入れずにこの上に乗せてですね、これも結構簡単に動くんですけど、キャビネットの振動をツイーターが受けずに綺麗な音が出て、なおかつこのツイーターの音がですね綺麗に広がっていくという形状のちょんまげ式のですねツイーターが使われております。中域はですね、この150ミリのコンティニアムコーンというね、銀色のコーンなんですけど、これはエッジレスのね、スコーカー専用なんで、あまりこう大きく振動しなくていいので、このエッジレスのユニットが使われております。ウーハーはですね、165ミリのエアロホイールプロファイルというね、ウーハー、これが3発使われてますね。能率は90デシベル。再生周波数帯域は 28Hz から 33kHz。この 28Hz っていうとですね、昔販売されていた JBL のですね、4344とか38センチのウーハーを搭載するものよりもずっと低い周波数からこのスリムなボディで出るという、今の技術はすごいっていうスピーカーですね。入力インピダンスは8オーム、最小は 3.1 オーム。寸法はですね、高さが1138、幅が290、奥行きが410。これは台座を含むサイズになります。重量は1本が 33.5 キロ。仕上げはこのグラスブラック、サテンホワイト、モカ、ローズナットという4色の展開になります。次はですね、DA コンバーター紹介していこうと思います。
まあ、ここにあるのは UD505X スペシャルエアーボーモデルですけど、このですね UD505X のノーマルモデルはですね税別15万8000円という価格で TIAC のストアで販売されておりますから、まあその税別15万8000円がメーカー希望小売価格だというふうに考えていいというふうに思います。これはですね非常に安すぎるので海外では価格是正も含めてもうすべて507に切り替えられたんですけど、まあ国内日本国内のみこの UD505X 税別15万8000円と非常にコスパの高い DA コンバーターが販売されております。まあこれはねヘッドホンアンプもきちっとしたものが搭載されているので非常にいいかなと思うんですけど、でこちらにあるのがですねそれのカスタマイズモデルエアーボーの UD505X スペシャル21万円税別というモデルになります。でこれはホームページにも案内がありますけれども、ノーマルモデルをお持ちであればですねバージョンアップという代金をお支払いいただければこのエアーボーモデルに後日バージョンアップノーマルからバージョンアップというのもお受けしております。 USB ダックで本格的なヘッドホンアンプがついたものになりますね。入力はですね PCM768kHz 32bit DSD22.5MHz と、まあ、非常にもうほぼ最高のフォーマットで入る高品位なUSB のインターフェンスを備えております。アナログ出力もですね RCA とバランスと各1系統ありまして、こちらはですね音量がですね固定可変ということで、まあ、パワーアンプダイレクト接続にも対応しているというふうになっておりますね。デジタル入力はですね RCA と光それからミニステレオ型の同軸光ですね、これが各1系統ずつ備わっております。ヘッドホン出力は標準ジャックが2つと 4.4 ミリの5極ジャックですねバランスアウトこちらが備わっております。Bluetooth もですね備わっておりまして、これはバージョン 4.2 ですね LDAC APTXHD、まあ、高品位なハイレゾ対応 の Bluetooth 入力も備わっております。でクロック入力は 10MHz のみ BNC が1系統消費電力は 18W 待機時は 0.4W 寸法は幅が290高さが 84.5 奥行きが 248.7 重さが 4.1kg という DA コンバーターになりますね。で次はですねクロックジェネレーターを紹介しましょうかね。クロックジェネレーター前の方にありますけれども TIAC のですね新製品のですねこちらですね CG10MX ですね、こちら 10MHz の専用クロックジェネレーターとなっておりまして、高音層付きのですね水晶発信子を搭載しております。出力は BNC で4系統というものになりますね。消費電力 8.5W ウォーミングアップ時は 15.6W 寸法はですね幅が290高さが 84.5 奥行き248.7 重量 3.6kg ということで、寸法はもうすべてこの TIAC のものはですね端子の形状でパワーアンププリメインアンプの奥行きがちょっと長いですけど他はすべて同一となっております。価格の方は、TIAC ストアで16万円税別というものですね。で一番向こうにあるのがですね一つ前のですね CG10M をですねエアボーンのスペシャルバージョンにしたモデルで、こちらがですね、まあ、一応完売になっておりますけれども発売時の値段は17万3000円税別というふうになっております。仕様その他はですねこの CG10MX と同じなので省略させていただきますけど、まあ、クロックジェネレーターによる音の違いというのをね聞いていただこうかなと思います。で次ですねアンプ類ですね。まずプリメインアンプのですね AX505 というものを用意しました。ですね、この下に、ね、最初聞いていくのノーマルから聞いていくのとこの下に置いておりますけれども、TIAC AX505 ですね、こちらは税別で16万円という価格になっております。で、その前にあるのがですねエアーボーモデルエアーボー AX505 スペシャル、こちらは税別19万5千円という価格になります。まあ、この TIAC 系のものはすべてバージョンアップ受け付けておりますのでねよろしければお申し付けくださいということ。出力は DQ ですね、クラス D、70W×28Ω、115W×24Ω、入力はですね、RCA が3系統、バランスが1系統、ヘッドホン出力はですね、3.5mm 標準系のですね、
4極ジャックですね。これが一つ備わっております。周波数特性は 10Hz から 50kHz、消費電力は 55W、寸法は幅が290、高さが 81.2 と、これが低いのは足がですね、こういう金属足ではなくて、樹脂の足がついているので、まあ、足の高さが低い分高さが低いというふうになっております。奥行きは264、重量は 4.2 キロというこれはプリメインアンプですね。で、さらにですね、パワーアンプ、これね、AP505、 価格は一緒なんですよ、16万円ということでね、ノーマル、出力もですね、 70W×28Ω、 115W×4Ω と同じで、まあ、実質的にはまあ、セレクターとボリュームコントロールが省かれた AX505 みたいな感じのものです。中はもちろん出力装置は同じですけども、プリブとか前段部は設計が異なるので、まあ、同一とは言えないんですけれども、入力は RCA と、バランスが各1系統、F 特は 10Hz から 50kHz、 消費電力こちらの方が大きくて 106W となってますね。寸法はですね、幅が290、高さが 84.5、 これは金属の3点支柱の足がついているので 84.5 という高さになります。奥行き271、重量 4.4 キロというパワーアンプですね。こちらのエアボバージョンはですね、 AP505 スペシャル18万5000、ノーマルのものは TX ストアで税別で16万円という価格になっておりました。この505シリーズですね、NT505 のみ今回外しておりますけど、まあこういうね、ティアックの505シリーズの DA コンバータ、クロックジェネレーター、プリメインアンプ、パワーアンプをですね、ノーマルモデルとエアボーモデル、パワーアンプの場合はステレオ駆動とモノラル駆動で比べていこうというふうに思います。聴いていく楽曲なんですけれども、今回ね、聴き比べの数が多いということで3曲に減らしております。1曲目はですね、これはもういつもよく使っている低音から高音まで入って、非常にきめ細かい音で録音されている、タイタニックサウンドトラックからネバーアンアブソリューションですね。このソフトでは広域方向と低域方向への伸びやかさと音の細やかさと、広がり分離感などがね、総合的にチェックできるかというふうに思います。2曲目はですね、グレース・マーヤさんのですね、ラストライブアットダグからルート66ライブのジャズを用意しました。まあこれはウッドベースなんか結構聴いてるんで、アコースティックな楽器が使われたジャズ系のプログラム、ジャズボーカル系のプログラムの音質のチェックになるかというふうに思います。3曲目はですね、これは玉置浩二さんが歌う夏の終わりのハーモニー。まあこれはですね、音質云々っていうのはありますけど、やはり日本語の歌なので、その歌の内容がどのように心に響くかというモデルによる音楽のですね、表情の再現性、明るい暗いとか浅い深いとか、まあいろいろあると思うんですけど、まあそういう部分のね、チェックに使っていただければというふうに、以上3曲で、聞き比べを行おうと思います。それではね、実際に音を出して動画を撮ってみようと思うんですけども、このクロックジェネレーターはね、この先ほどからはずっと通電してたんですけど、今撮影のために外しておりますけど、このアンプを聞いているときにですね、もう一度電源につないでプリヒートやって、十分にやっておこうというふうに思います。では動画ね、音質チェックの方も引き続き、ご覧くださいますようよろしくお願いいたします。